はい、どうもガスインです。久々の動画になってしまいましたけれども、今回は号機の徹底解剖っていうのをやっていこうと思います。で、全てね、全部詰め込んでしまうと20分30分ぐらいの動画になっちゃうので、質問で一番多かった靴大 P の使い方っていうのをやっていこうかなと思います。内容としては3つの項目に分けて解説していこうかと思います。まず1つ目に靴大 P のいいところ悪いところ、2つ目に立ち回りでの使い方で、3つ目がコンボという形でご紹介させていただきます。それでは早速いってみましょう。はい、じゃあ早速やっていこうと思うんですけれども、まずは靴大 P ってこれのことですね。しゃがんで立ち台パン、これのことなんですけれども、これのいいところから、お話ししようかなと思います。で、号機のしゃがみ台パンのいいところは、まずは例えばですけど、波動拳に噛み合った場合、こういう風にクラッシュカウンターで、波動拳って食らうと、まあこれしか食らわない、60しか食らわないんですけれども、もし噛み合ってクラカンした場合96で、そこからコンボがありますので、このようなメリットがあります。で、ちなみに、ガードさせた場合っていうのが、プラス3フレーム取れるんですよね。まあ結構距離は離れちゃうけれども、プラス3取れるっていうことで、結構強いです。まあマイナス食らうよりだったらプラス取れるっていうところの方が絶対いいと思いますので、まあプラス3が取れるっていうところもメリットの一つだと思います。で、通常ヒットで多彩なコンボがいけますので、クラッシュカウンターしなくても、例えばこういうね、膝からコンボとか、こういうコンボとか、まあ様々あるんですけれど、結構有利フレームがね、プラス8フレーム取れてるので、結構何でもつながっちゃいます。なので、ここら辺もメリットだと思ってます。で、ちなみにこれちょっと分かりづらいけど、持続が4フレームあるので、ちょっと持続っていうのがよく分からないよっていう人は、ググって調べてみてください。持続が4フレームあるので、結構噛み合いやすい。さっきのあの波動拳。さっきの波動拳に対しても、まあ、とりあえずこの辺かなっていうところで置いとくと、持続部分にヒットして、まあ、噛み合ってクラカンっていうことが結構ありますので、立ち回りで、結構振るっていうのもありだと思います。まあこれがメリットです。で、次悪いところなんですけれども、全体硬直がすごく長くて、あまりにも振りすぎると やはり差し返しやすいっていうか、差し返されやすいので、そこは気をつけてください。これ振りすぎると、まあ竜のこんな感じで結構ね、判定が残っちゃうんですよ。ほら、結構前に振ってるはずなのにまだそこにいるような、こんな感じでね。で、結構差し返しやすい、上級者になると差し返しやすくて、結構リスキーな技なので、しっかり当てに行くような使い方がしたいなっていうところですけれども、まずなかなか空振れないっていうところが悪いところです。で、ガードさせてプラス3だっていうお話をしたと思うんですけれども、これガードさせてプラス3だけど、例えばこういう技全部届かないんですよね。こういうふうに、ガードさせてもバックステだけで、終わってしまうっていうところがやはり悪いところ。せっかくプラス3取ったのになんか活かせてないじゃんっていうところがちょっと微妙なところなんですよね。で、最後にもう一つなんですけれども、これは、で、最後にもう一つなんですけれども、これはね、V リバが確定しちゃうんですよね。どうしても。結構ね、両対応の、時とかも使うんですけれど、両対応に行ったがゆえに、まあ、V リバーサルが確定してしまうっていうことがありますので、これもまあ一つの悪いところではあるんじゃないかなと思ってます。まあ靴大 P のいいところ、悪いところはこんなものです。はい、じゃあ次です。次はですね、立ち回りでの使い方っていうのを、簡単に解説していこうかなと思うんですけれども、まずね、さっき言った通り、やっぱ差し返されやすいっていうところありますので、なるべく当てるように使うと、なるべくしっかり相手に当てる、先端で当てますよっていう使い方をするといいかなと思います。こういうふうに置いちゃうとね、差し返されちゃうから、そこだけ気をつけてください。
で、次はおなじみの量対応に結構対応するっていうところがあるんですけれども、まあ、おなじみじゃなくて 何それ知らないんですけどっていう人もいるかと思いますので、お話ししますと、中百鬼 P マエステしゃがみ大パン、これが量対応になるんですよね。あと画面端だと引きつけて大竜巻してコパしゃがみ大パンとか、これはあの解説動画出してますのでそちらの方で確認してください。で、こういうふうに持続が4フレームあるっていうことで両対応にいけるんですよね。なので、こういう使い方が大事かなと思います。で、次なんですけれど、遅らせグラガリとかマエステクス大ピンもグラ潰しになったりするんで、例えばね、遅らせグラの借り方とか、マイステックス大 P で相手にびっくりしたグラップを買ったりとかするのにちょうどいいフレームだったりするので、まあ、これもね必ず使ってくださいってわけじゃないんですけれども、例えばこういう感じ、しゃがみ中パンから歩いて投げようとしたらこうやって抜けるっていうような人、もしかしたら遅らせグラップしてるのかなとかって、思ったりするときあると思うんですけれども、こういうのに対してあえて靴中パンから靴大パンっていう連携を取ってみたりするとこうやって噛み合ってフラ感が取れたりするので、こういう使い方も、ね、できるので、なんかちょうどいいフレームの技なんじゃないかなと思ってます。で、まあ、びっくりさせる、前投げ、前捨て投げとか、こういうのに対しても一生この人グラップ抜けるなって、もう密着来た瞬間に反射的にグラップを押すのに対して、例えば前捨て靴大パンしてみるとか、こういうのも結構ねグラつぶしになってみたりするので、まあ、あの参考程度に使ってみてください。まあ、この辺が、靴大 P のいいところなんじゃないかなと思っております。立ち回りでの使い方っていうのは以上です。はい、で最後に、まあ、メインディッシュみたいなところですけれど、コンボになるんですけれども、コンボっていうのはまずは通常ヒットした場合、通常ヒットした場合は基本コンボはこれで OK です。もしくはこういうコンボ、もしくはここから中百鬼 P 前捨てしゃがみ大パンで両対応に行くなどなどあるんですけれども、遠い時とかあるんですよね。ちょっと遠いなと思った場合、これ立ち大パンも発生が8フレームなのでつながります。もしくは大足とかなんか遠いっていう時はこういうのに、切り替えれるようにしてみるといいと思います。で、膝が届かない時とかも立ち中パンなら届くっていう時があるので、これも切り替えれるように練習してみてください。次がクラカンした場合、しゃがみ大パンがクラカン、クラッシュカウンターした場合なんですけれども、基本的に近い距離の時はこうやって百鬼 P 締めしたり竜巻締めしたりっていうので基本一緒です、ノーマルヒット時と。で、遠い時だけさっきは大足とか立ち大パンとかつなげてくださいっていう話だったんだけど、クラカンした場合これ膝崩れになって結構ね猶予が、ありますんで、前捨てから天波百鬼 P とか前捨てから天波灼熱とかができますので、これしっかり覚えてください。ちなみに灼熱だとね CA まで持っていけますんで、ちょっと今ミスっちゃったけどね、こんな感じでつながりますんで、これしっかり覚えてもらえるとかっこいいし、しかも430減るからね結構いいコンボだと思うんですよね。で、まあこんな感じなんですけれども、ちなみにこのめちゃめちゃ遠い時のノーマルヒット時何も届かないパターンもあるんですよ。でもこれ実は一つ届くものがあって、この CA キャンセルしない CA、 これガードにするんだけど、これしっかり繋がるんですよ。2ヒットって出てるでしょ。これだからね、覚えておくと結構便利な時があるので、うわこれで倒しきりだったじゃんっていう時が結構ありますんで、これ覚えてもらえるとすごくいいと思います。で、まあ画面端、次は画面端になるんですけれど、画面端も、まあ、ここら辺のコンボは一緒です。基本的にこういうコンボとかに行ったりっていうのがあるんですけれども、クラカンした場合っていうことがよく聞かれて、これもう一回説明しますと、これクラカンした場合こういうのが
あるんですよ。ゲージを使ったやつ。位置を調整して、ちょっと遅らせて大灼熱を。で、EX 勝利。っていうのもあるし、こういうのとか。弱灼熱、P とか。もうちょっと難しいの行こうとしたら、これね、大灼熱でもいけるんですよね。ほら、こんな感じで。これはギリギリまで引っ張って最速で大灼熱出すと、大灼熱の上の部分に竜が乗っかって、スキル P が間に合うっていうような感じなんですよね。こんな感じで。結構難しいけど、慣れると、誰でもできるようになるので、こういう、俺はね、ちなみにこれ当てて、前歩いて後ろ歩いてっていう調整の仕方。この辺かなっていうやり方して、調整してます。これはね、練習次第なので、ちょっと俺もサボっちゃったから、あんまり安定感ないけど、必ず誰でもできるようになりますんで、練習してみてください。あとはね、まあ一応2ゲージとか、転波、EX 波動から EX 昇竜とか。こっちの方が減ると思うんだよね。まあこういうコンボがあるっていうことなので、一つ一つ覚えて、最初に戻りますけど、いいところ悪いところっていうのと、立ち回りでの使い方っていうのと、コンボの紹介させてもらいました。いかがでしたかね。ちょっとぐだっちゃったけれども、こんな感じで一つ一つ紹介していければなと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ今回の動画はこれで以上となります。お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。